スーパーマリオメイカー、今回はこちら100人マリオチャレンジ難しいで遊んでいきたいと思います。さあ今回はどんなコースが待ち受けているのでしょうか。前回普通で遊びましたが、まあ難しいは今までの感覚だとまあさほど難しくないかなっていう感じですね。まあ別に縛りとかでやっているわけじゃないんですけど、最終的にクリアした時におっと100人残ってるようにトライしていきましょうね。頑張ってみましょう。狙いはしない、別に公言はしないんだけど、まあ試しにやってみようかなっていう感じでやってみたいと思います。だから毎回やってるんだけどな、中間なんだ。このレベルだったらいけるかなっていうね。外した。おこわ、上なんかあるぞ本当のマリオみたいだな。オッケー。おっと。今度は踏んでいかなくても、あ、大丈夫だね。当たっていくこともできるんだけどね。一応保険をね、残しておきましょうね。これは入れるわけじゃないんだな。なんで土管置いたんだろう。気になるぜ。入ってくる。ヘイ。ふぅ、あ、ここでスリアップできるね。しないけど。やべやべやべ。ほ、ほ、ほ、キノコ。お。俺間違えて関根さん言ってたけど、山根さんですね。久々の山根さんだな。いや、久々でもないか。結構。え？あ、ツタか。あ、山野さんが、山根さんってツタ登るときこんな感じなんだね。トゥーン？なんか上。あ、いけない。上いけない。いや、でも、こっからいけるか。で、登らないのかな。いや、登れるね。へい。はい、へい、へい、へい、おね、へい、へい、上、右、右、右、ジャンプー、おぶねー、おぶねー、ラッキー、やったー、クリアしたよ、クリアしたよ。はい、ステージ2でございます。忘れ物注意、忘れ物注意。忘れ物を一番しやすいものってなんだろう。筆箱。自分が一番よく忘れたのは何だったかな。あれだ、あの家庭科とかで使う、あ、家庭科とか美術とか、その主要科目系じゃないやつの、おおおおお、あぶね、生きてる。主要科目系じゃないやつの使うあれかな、教材系かな。あ、これはそうっすね。一回じゃあこれ使って、これ使って体当たり OK で、はっ、乗って強引に右に進むと。これまだ土管とか入ってないもんね。お、ラッキー。え？本来はどうやって突破するあれだったんだろうね、これ。別にドアとかないけど。授業もだったのかな？ステージ3。最近投稿者が意図してないクリア法でクリアするのがなんか自分の中のあれになってるんで、流行りになってるんですよね。なんか。何？この1個だけないのすっげえ気になるよ。上だね。面白い。作りが面白い。残ってるね。いいよね、こういう作りが凝ってるコースってやっぱ見ててもやってても楽しいよね。ドアに入ります。クッパファイヤーに襲われる前に突破したい。あー、なるほど、撃ってもらって行くんですね、こっちに。オッケー。あー、倒さない方がよかったかな。わかんない時の右飛び。ひい。下が正解なのかな。下っぽいかな。はい。入れます。はい。下が正解だったっぽいな。あ、ぽいね。これはあれだね。順路通り行った方がいいやつだね。作り的に。この制作者さんの性格が出てるな。ボムヘイ。指示されてる方に行った方が良さそう。
お、怖っ。ほんとか？オーケー。チコン。やった。じゃあこれで合ってるんですね。いいよ。今回は制作者さんを信じていこう。人を信じるって難しいことだからな。急に哲学っぽい話になったけど。おっとっとっと。やばいな。これ急がないと。オーケー。下。やべやべやべ。左、ニュー。あぶねえ。いけないかな。いけた。オッケー。くっ。Pスイッチが降ってきますよね。あ、違う。あれだ。とう。とう。とう。やべ。とう。うわー。お、なんかあるぞ。最初から取っときゃよかったぜ。これあれば、ここ行けるもんだって。え、行けねえ。あれ、上ダメなんだね。でもこれジャンプで届くねえ思ったんだけど。うお。OK。あ、そっか、ダメなんだ。結局右の、右じゃねえや。こっちなんとかしないとダメなんだ。おら強引に、おらおりゃよっしゃー、ふぅー、終わりかな？やったぜ。よかったよかった。いいコースだったね。すげえ楽しかった。ではラスト。このパートラスト。パートを。このパートラスト。数字テスト。取られた。うん。あ、わかんなかった。見てなかった。ひゃー。少なくとも、うん。4はいると見たから、5。OK？ ふふ。被弾するのが結構ありきになってますね。ドクターマリオか。何の数？うえぇ、いや相当いたと思うよ。3、最低でも3はいる。3はいます。3はいます。じゃあ5だな。5もいたのか。そうか、全然わかんなかったな。スーパーマリオ。キノコの数だな、予想。これ。多かったもん。どうなってんの、これ。おぉ。うん。まだ続くのかな。お、カエルだ。長えよ、この道。ラストだったね。なんとも言えない、この感じ。動体視力系のあれだったね。